エイタさん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。最近ですね、はい、巷で、流行しているワードの中でファイヤーっていうのがあるんですよね、はい、おー、はいはい、なんかたまに聞きますね。うん、携帯式でもほらファイヤー目指しますが、なんかそういうの書いてあったことがあるじゃないですかね。そうですね、最初に自己紹介をしていただくの方に一定数いらっしゃいますね。はい、これもともと言葉のあれとしてはですね、はい、欧米のね、20代から30代の中で、はい、ファイヤーって呼ばれるですね、早期リタイアメントがムーブメントになっていて、あ、で特に最近ほらリモートワークの普及によってね、コロナ禍の後の時短勤務とかね、はいはい、週3から4日だけ正社員として働くみたいな、まあ、多種多様な、ね、はい、この勤務形態が、ね、出てきてるってことなんですけども、はい、で今までと違った働き方の選択肢が増えたことで、はい、50歳の定年まで勤務するっていう常識、これについてももう一回見直したいっていうのがね、はい、やっぱ。でこのファイヤーの語源なんですけど、このファイナンシャルインデペンデンス、あそういうことか、そうリタイアアーリー、なるほど、早期退職、なるほど、経済的自立と早期退職、なるほど、の頭文字で早期退職してお金のためにね、はい、ボロボロになるまで1日10時間以上の労働に縛り続けられる自分から解放しようよみたいなね、はい、はいはいはい、そういう新しいライフスタイルの象徴的なワードとしてこのファイヤーっていうのがね、うん、これはやっぱり日本でも最近ツイッターとかでファイヤーファイヤーってね、確かにすごい多いですね僕も気になって調べたわけですけども、はい、でまさに僕たちってファイヤー組ですよね、はい、そうですね、で就職氷河期で就職をして、はいはい、まあ、それに行ったんだけど、やっぱり、はい、ケイタさんも僕も共通してやっぱり最初に勤務した会社で大量のリストラを目の前で見ちゃったわけじゃないですか。そうですね、はい、それによって根本的にある何かがグラッて揺らぎましたね。めちゃくちゃ揺らぎましたね、はい、ケイタさんと僕のこの共通点っていうのは、会社に就職した時には、はい、そのね、外の世界で起業して、あ、独立して、はい、何かなんか事業をやろうみたいな、そんなあんまり発想ない人だって全くないですし、そんな世界があることすらちょっと考えたこともなかった。そうですね、サラリーマンを成功するかだけを考えてましたね、はい、ですね、はい、うん、ところが目の前で始まる大量リストラによってちょっと考えが変わってきたっていうね、はい、そうですね、はい、でまさにこのファイヤーが知るって、はい、それを、はい、ね、実現してきたっていうタイプのね、そうですね、うん、だってケイタさんもファイヤー歴10年以上得て独立したし、はい、僕も同じく10年得て独立してるわけだね、はい、そうですね、はい、でもやっぱりこれね、よくケイタさんとも話すんだけど、じゃあこのファイヤー独立を、ね、はい、目指して起業するっていうところがあると思うんですけどね、はい、ただやっぱりこれ本気で独立気があるのっていうところって、まあ何に取り組んでも結構求められるところですよね。例えばそうですね、そこはだいぶモチベーションというか、そのやる気とか、行動に大きく影響を与えますよね。はい、結果式転売法のこの設計図そのものは誰でもね、はい、できて、そこから先ってその本気度によってどのくらい稼げるかって変わっちゃうじゃないですか、ね、やっぱね、全然変わってしまいますね。やっぱりこれで生きていこうと思ったら、それはちょっとやる気がありませんとかなかなかならないですよね。だからこの独立志望でもなんとなく独立したいなってぼんやりと思うのが1つ目、はい、2つ目としては真剣に実をもうすること前提で動いてるのか、はい、まあ、あとはこれは僕のパターンですけど、完全に独立できる前提を固めた上で会社の仕事を頑張ろうって励むのか。そうですね、そのパターン、将来の年金とかその保険の代わりにも自分でビジネス作っとくぐらいの勢いで、はいはいはい、僕はこの3番目だったんですけど、はい、ケイトさんどれですか、なんとなく。私は、まあ最初は会社辞めるぞっていうところからスタートだったんですけど、やっぱりこうサラリーマンで安定志向はどうしてもあるので、サラリーマンの収入を何としても超えてやるっていうのにだんだん切り替わっていった感じですね、はい、なので、まあ、孔明さんと近いかもしれませんね。あ、最初は独立しやるっていうバーンっていうのがあったけど、はい、やっぱりちょっと現実見たらやっぱりサラリーマン毎月のこの給料いいなと。そうですねあとはあれですね、ベンチャー企業に入ってたこともあって、そのやっぱベンチャーでその一つの事業を形にするって、まあそう簡単じゃないよなっていう思ったので、
それよりも何かしらでこのサラリーマンの収入を超えたいっていうところでやってきたって感じですね。確かに僕も、まあ、結構このファイヤー活動してから、はい、すぐに会社の給料超えちゃったんですよ。それも良かったのはあるんですけどね、すごいね。そうですね、うん、もう2000年代からすでに超えてたんで、はい、でそうするとやっぱり安心感が強い、違うっていう。いやもう全然変わりますよね、はい、で会社の中でね、はい、なんか怯えてたのが結構意見するのも、はい、何でも誰でも言えるようになっちゃってですね、うん、そう、あとは変になんかそのね小さなことにこだわらず対局で見れるようになって物事。いや本当そうです本当そうです、私が会社辞める前って本当そんな感じでしたね。だからねファイヤー活動で稼げるようになってからね、よっしゃ海外も行ってみようってね、こう、はい、いらっしゃったし、あの有給とかもなんか平気で使えるようになる。ここはちょっとね僕ね有給そんな使えた。私平気で使ってましたね。僕結構頑張ってたんですそれ。さすがです。今から使ってればよかったなと思って何にも蓄積ないからあれって評価せずに終わっちゃったって感じですよね最後。結果的に8年間海外でね縦横無尽に暴れまくりながらファイヤー活動をしてたみたいな感じなんです。確かに安心感が違いますよね。そうですね。で最後聞くほらファイヤー活動があのね、まあ、炎の方のファイヤーみたいに会社にバレちゃったんですけど、はい、であれでなんかねもうバレたよって聞いた時も潮時だなって感じで、はいはいはい、割り切れますよね。割り切れましたね、はい、スパッと割り切れました。確かに、うん、でそれ聞いた瞬間にもうなってあの移住先の準備っていうかマレーシアホールバレーの頃、はい、ビザを取る活動したりとか、はい、コンビニアも買ったりとかして、はい、そっからですよ。でも有給取ったら僕あー有給それまで取ってないんですね。そうだからやっぱりでもこのまあどちらにしてもどの気持ちでいくかって全然また違いますよねこれね。そうですね、はい、うん、そうなんですよね。だから、まあ、最初からまあその会社は辞めるつもりはありません、これでプラスアルファ5万10万で受ければ稼げればいいんですっていう方はまあ、それでいいと思うんですけど、あそれはそれでいいねちゃんとね、はい、それはそれでいいと思うんですけど、そのちょっと独立したいなっていう思いとかその今の会社も辞めたいなっていう思いがあるのになんか中途半端にこうやり続けるっていうのは非常になんか自分にとっても良くないかなっていう気はしますけどね。ピーターさんのほらまだ副業で稼げてるか稼げないかっていう時から僕は知ってるんですけど、いや偉いなと思ったのはだからビジネスだけじゃなくてちゃんと独立を前提にして活動したから、はい、会社法人のことも学んで、そうですね、銀行融資のことも学んで、はい、そして物販を手掛けてたじゃないですか。そうですね、でここにちゃんと目をつけられるサラリーマンの方ってねなかなかいないと思う。だからそれも独立を前提としてやってたからそこに行ったと思うんですよね。そうですね、あとそうですね、それがあったので手堅いことで独立できるようにしようっていうふうに思いました。ああ一か八かじゃなくてね、はい、はい、だからなんか、まあ、まさにベンチャーのように、まあ、世の中にないサービスを作って独立みたいなことは全く考えませんでした。あとはなんか、はい、ベンチャーキャピタルからバーンと出資してもらって、はい、で大きいことをやろうみたいな、そういうのはないわけですね。全くなかったですね。もう日銭でいいので今のサラリーマンのお給料を超えられる状態を作ろうと思ってました。僕もなんかベンチャーキャピタルからなんか出資受けたって喜んでる人いるんですけど、あれサラリーマンと何が違うんだろうって僕で結構疑問があって、はい、そうですね、僕も思います。いやあれってほらサラリーマンで例えると、じゃあ例えば僕もそういうのあったんですけど、新規立ち上げってね、中国がまさにそうだったんですけど、はい、だ今までの旧システムの上海をぶっ潰して、はい、で新しく広州に新しいオペレーションを作るぞっていう、作り直すぞっていうところに行ったんですけど、はい、あれもまさにそういう感じでしょ、会社からもう全部資本が出てる状態で、あそうですね、それで一から立ち上げるって形になるんですけど、はい、当然だから上には上がいるんでね、まあ、そうですよね、まあ、そこもほら上がいるから、はい、そういうふうにレポートをしながらちゃんとやることになるんじゃないですか、現地で頭脳だとしてもね、はい、それと何が違うんだろうっていうのはね、ずっと考えてて、ですね、出資って。そうなんですよ。だから、彼ら曰く、最終的に上場して上場益を得るっていうことを目指せるっていう感じみたいですけど、いや、それにもあんま変わんないなって、本当思っちゃいます。上場益って、僕が見てきた中で、そう簡単には得られないんですよ。いやだと思いますよ本当、はい、上場した格好社長がすぐ売っていいかって言ったらそんなことないし、売れないですよね、はい、そうするとその株を持ってるよみたいなイメージでだから、はい、仕事しなきゃいけないし、むしろ全部自分でやらなきゃいけない、ね、見てなきゃいけないっていうことも、いやそこまでやるのになんか上司がいるって嫌じゃないですか。そうですね。
なんか牛耳られてるわけだな、資本をね。そうです、そうです。しかも若いベンチャー企業の起業家なんて、そのベンチャーキャプチャーの人もっと年上だったりするので、はい、やっぱりこう上から目線で来るみたいな。結局その人たちの方針に沿っていかないといけないんですね、はい、そうですね、はい。とにかく自分で勝手に休んでっていうことにもいかないじゃないですか、実際。もうそうですね、止まれないですね。じゃあ僕が仮にベンチャーキャピタルの収支を受け入れてこうやってた、はい、結局独立してるのかしてないのか分かんないような状態で、今時ね、また日本に閉じこもってなんかオフィスの中でやってたかもしれないです。そうですね、いや、そうなってたと思うんです。バレで、はい、ペイメントビザ取ってなんかできないですよね。できないですね、はい、うん、ケイトさんってそれ自分のオフィスでしょ、だってね。そうですね、はい、の近所で誰もいないのに、はい、ちょっと仕事する気を作るために借りた無駄なオフィスでしょ、それ。まあそう言われてしまえばそうですけど、自分で環境を作るっていうことができるっていうのは本当にいいですよね。別に後ろに誰もいないでしょ、これね。誰もいないですね。でもある意味すごいと思いますね、今の時代って。ですね。僕はここに誰もいないんですよ。池田さんも誰もいないんですよ、一緒。はい。ビジネスが成り立っちゃって、ちゃんと生きていけるっていうのはすごくないですか、今時代。すごいですよね。確かにファイヤーする意味があると思うんですよ、今。ですね。ですね。今日だからこう、このミーティング終わったら、ちょっと久しぶりにカフェでも行こうかなと思ってたりするんですけど、やっぱ本当そういう選べるとかってのはいいですよね。はい、まあ、残念ながら今本当はね、自由が利くんだけど、ロックダウンで、はい、コロナのカフェも何も開いてないんですけど、はい、まあ、そこが日本はゆるゆるなのであれなんですけど、でもなんかマッサージとか開いてる時とか、マッサージしながらパチパチだったりしますからね。ああ、できますよね。僕足裏好きなんで、足裏だと営業ないですから。そうですね、確かに。いや、それすごい気持ちいいですね。そういう選べる自由は本当ありますからね。だから同じね、その独立しても、はい、よくそうやってなんかベンチャーキャピタルの出資はどうだかとか言ってる人もいるんだけど、はい、それだとあんまりこの言ってる意味とあれがね、まあ、誰がどんな道を選んでも自由なんですけどね、うん、少なくともこのファイヤーの経済的自立がまずできてくると、はい、そうですね、はい。リタイアアーリー、リタイアじゃなくてもむしろ修羅の道に入ってくるみたいな。そうですね、本当はそうだと思います。すべての責任がね、両肩に乗ってくみたいな感じで、はい、そうですね。いや、サラリーマンの重圧どころじゃないと思うんですよね。ないと思いますね。そう、だからちょっとそこはね違うかなと思うんですけどね、なんかそういう、はい、東京に行くとそういう詐欺が流行ってるんですかね、大体詐欺が。そういうのに憧れる人が、まあ、僕も昔憧れてたのですごい気持ちは分かるんですけど、今となったらちょっとなと思うんですけど、やっぱり元同僚たちが今社員が500人超えましたとかやってるとすごいですね。すごいなって思うんですけど、社員500人の会社で逃げられないよね、これ。逃げられないです。本当大変だなと思います。はい、まあ、それはある意味あれだね、なんか形で言ったら属性的にはサラリーマンで、はい、ね、なんかその社内ベンチャーしたのと何も変わんないよね、出資。変わんないですね、はい。体験で、ね、うん。だって今ほら、ケイタさんは会社法人経営してて、銀行融資もして、はい、資本を自分で自由自在にコントロールできるでしょ。そうですね、はい。で、ね、1億近く積んでいくわけじゃないですか、銀行融資の方もね。そうですね。こうやって、はい、全部ケイタさんが自由自在にできるんですよ。そうなんですよね。いやー、人が100人も200人もいたらゾッとしますね、僕は。ゾッとしますよね。僕、昨日ちょうど税理士さんと久しぶりに決算の打ち合わせしてたんですけど、うん、はい、やっぱり私の税理士さんって監査法人もやってるんですよ。だから結構大企業も見てるんですね、はい、やっぱり大企業のお話とか聞いてて、僕らみたいにこう副業からこうやって一人でやってるような一人社長的な人とのやっぱ違いとかを聞いてると、やっぱその大企業は厳しい、大変だなって。大変でしょう、だってね。まあそれはね、みんなのでも成功イコール幸せの形が違うからね、はい、自分の権力欲っていうかね、このたくさんの部下の上に立つんだっていう、はい、そういう欲を満たしながらお金がもらえるよというと、なるほどだけど、はい、ああ、そうですね、うん、まあ、ただしそれはファイヤーの本質的なこのあれはないよ。そうですね、ファイヤーではないですね、全く、はい、自立と退職してないよっていうね。そうですね、そうですね、そこはちょっとねあれだったんですよね。そうですね、やっぱり、うん、独立する方向性ってことで、はい、間違っちゃいけないというか、まあ、本当小梅さんおっしゃるように自由だとは思うんですけど、はい、決して自由ではないですっていう感じですよね。いや、ケータ式でもね、これ自由じゃなくす方法あると思うんですよ。例えば、あ、そうですね、全員ね、今何人ぐらい雇ってるんですか、あの外注さんみたいな。外注さんでいうと20人ぐらいいますね。じゃあ、はい、10人全員を
地元で採用して、ね、はい、全員出社させる形にして、はい、自分も朝朝礼から行うみたいな、はい、あのできますよね、本当やろうと思ったら、はいはい、本当会社っぽくしていこうと思ったらどんどん会社っぽくできるでしょうし、だんだんこうもっと物販会社っぽくしようと思ったらいくらでもできると思うんですよね、はい、本屋さんとかもみんなちゃんとやってるじゃないですか、出社して、はいですね、ケイタさんとか多分そういうの僕とかほら見てるから、周りの人たち海外の人たちだからって、はい、今みたいになってるっていうのはあるかもしれないですね。そうですね、あのやっぱり最初孔明さんの情報を見てはこんな生き方あるんだっていうところからスタートはしているので、やっぱりイメージがあるのはすごい重要ですよね。僕のところも逆に言うとコロナになっちゃって誰とも会えなくなっちゃってね、寂しいこの一人。そうですよね、ちょっと寂しいですけどこういう時は寂しいよ今まではほら海外ね毎月見てて、はい、現地で、ね、はい、仲間たちが集まってってやってたのに、はい、突然来るようになっちゃったからね、はい、そうですね、やっぱりズームでは話できるけどやっぱこう、はい、生身でこう話ができないのはちょっと寂しいですよね。まあメリットデメリットありますけどね。そうですね、まあ、今一人こうやってねいろいろと物思いにふけるシーズンだなって、はい、はい、哲学者のようにいろいろ考えてるんだけどそうですね、確かにそれはそれでいいかもしれないですね、はい、まあ、ということで、まあ、ファイヤーってありましたけど、はい、まあ、ファイヤーやるんだったら真剣にファイヤー、ね、どのくらい真剣にやるんですかっていうところやっぱり重要になってくると思うんですよ。そうですね、はいはい、で手段もありますと、携帯式店もやれば間違いなく稼げるし、はい、それ単体で食べていけるようになると思うんでね、全然ね、はい、ただそのなんとなくファイヤーしたいななのか、いやもう真剣にファイヤーですよと。そうですね、会社法人立てるっていうのも結構ファイヤーに近づく一つかもしれないですしね、その融資を受けるっていうのも僕にとっては結構大きいイベントでしたね。やっぱりそういうのがサラリーマン時代にいくつかあったので、あ、やっぱり自分は最終的には独立するんだろうなっていう思いがどんどん強まっていきましたよね。まあ、武器が揃ったらね、実現性ですね。はい、なんかその副業としてちょっと物販で転売してるだけっていう状態だと、まあなんか、まあ、確定申告とかはしてるでしょうけど、なんか会社があったり銀行とのお付き合いがあったり、なんか御社は今後どうなっていくんですかとか銀行から聞かれることもないですからね。まだばっかりな資金が積もってるから、まあ死なない状態でしょう、はい、ケイタさんもね、多少なんか。そうですね、はい、うん、もうこの積み上がった銀行融資そのものも保険みたいな感じですからね、これ。そうですね、はい、うん、もう即死することは まずないですもんね。はい、でこれ金額が上がってたら、そのうち一生分使えない金額積み上がった時点でも勝ちですよ。そうですよねまあ、あとは継承をどうするかですね。自分のあの世に行った後の会社どうするか、そうですね、どうするかですよね。そうですねっていう感じで、はいはい、どのくらい真剣にファイヤーやりますかっていうね。そうですね、はい、持ちすごい重要なんで、そうですね、それぞれの目標にね合わせて作っていきたいなと思いますよね。はい、ね、はい、では今日はありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。